エレルは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州のローテンブルク、軍に属す、マチソンで、ザムトゲマインでケーステクベレを構成する、マチソンの一つである。クビユである、エレル集落のほか、バーヒエルとグリンデの集落がこの町に属す。エレルは937年に、初めて文献に記録されている。この町の町議会は11議席からなる。エレルは、 連邦道 B74 号線から近い群道 K116 号線沿いに位置している。連邦道は町の外を通ってブレーマーフェルデまでを結んでいる。この町には鉄道ブレーマーハーフェンブルクステフーデ線の駅がある。列車はエルベベーザー鉄道交通会社が運営している。この町には基礎家庭、本家庭、実家学校があり、400人以上の生徒が学んでいる。 2009年にこの町にグラスファイバー網が整備された。この通信網で全世帯が結ばれた。最大通信速度は下りで50ビット S であり、これによりエ l ルはドイツ最速のインターネット網を有する町となった。この文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。 ありがとうございます。